こんにちは。170cm、60kg、福井のセレクトショップディスカバリーの水嶋です。よろしくお願いします。今日はこのキャルオーラインの、フリースのパーカーを紹介しようと思います。ですね、フリースのパーカーって意外とありそうでないっていう感じだと思うんですけど、まあ一般的なパジャマみたいな感じが多いんじゃないかなと思うんで、こういうこうスタイリッシュなデザインのフリースパーカーって結構珍しいんじゃないかなと思い、まあセレクトした感じですね。まあデザインとしては、このツートンに分かれた感じのこの、カーキとこの茶色ですね、ブラウンと分かれた感じ、あとこの肩に縫い目がないんですよね。こう腕がこう一体でつながってるっていう、このリラックスした感じ、肩に縫い目が来ないのですごくこう楽なができれるっていうところがあります。あとこうサムホールってこう指にこう穴が開いてるので、こうってこんな感じで指を通して切ることもできます。まあ、当然普通にこうやって指なしで切ることもできますので、まあ、その辺は好みとか、まあ、例えばアウターの中に着てちょっとこうここを出してこう切るとか、まあ、寒い時にこうね、こう隠すみたいな感じで着てもらってもいいかなと思います。で、まあ、この袖の先にちょっとこのパタゴニアをちょっとモチーフにした感じで、まあ、キャルオーラインっていうロゴが入ってますけど、まあ、このデザイナーさん自体が、まあ、そのパタゴニアとかそういうもともと古着にすごい造形の深い方で、まあ、こういう、パタゴニア特集とかだと必ず結構出てくる方なので、まあ、そういうこうカルチャー的な部分も感じてもらえればいいかなと思います。まあ、あと特徴としてはフード付きなんですけど、このここ首回り結構、ね、楽です。こういう首回りフードのやつってこれがこうキュッと詰まってて苦手って方多いと思うんですけど、まあ、見ての通りこうシャツとかを重ね着してもらってもすごくこう綺麗に襟が出るような形で全然窮屈感ないので、そのあたり気にされてる方はすごくいいんじゃないかなと思います。あとやっぱ嬉しいポイントとしてこう横見てもらうと思うんですけど、ここにポケットがあります。この、ね、メンズでカバン持たない方多いんで、やっぱこういうポケットがあるっていうだけで、ね、すごく使い勝手がいいかなと思います。でこのポケットちゃんと裏にこういうメッシュの生地がついてるんで、よくあるこう伸びちゃうような感じじゃないので、スマホとか入れてもらってもダラーっとならずに普通に着ることができます。はい、以上こんな感じです。サイズはですね SML XL4 サイズありまして、うちの店では M と L をセレクトします。これ僕着てるのが今 L サイズです。結構ゆったりめで着てるんで、ちょっと今太めのパンツで合わせてみました。お値段の方が税込みで 12,100 円、ですね、税抜き 11,000 円です、ね。まあ、この手のアウターというか、まあ、アウターとしても使えてインナーとしても使えるアイテムとしてはかなりお得だと思います。まあ、結構その値段的な部分もちょっとセレクトした理由の一つなんです。これで 12,000 円はね結構使えるんじゃないかなという部分であります。はい、以上よろしくお願いします。